はい皆さん、こんにちは。鉄棒でございます。いつもひまぼうチャンネルをご覧くださいまして、ありがとうございます。えー、っとね、ちょっと前の木数日前の記事なんですけれども、えー、っと、最初、これ、日経ビジネスに載ってて、それから日経新聞の方に転載されたんですけれど、えー、JR 九州の、えー、今の社長、古宮さんっていう方なんですけれども、この古宮さん、古宮社長に、 こうインタビューがあって、こ JR 九州がまあ今後どうなっていくのかっていうようなこと、インタビューがあって、でねこれ、なかなかね、面白いというか、あの非常に興味深い、まあこの記事のタイトルが、JR 九州の古宮社長、鉄道の精神軸に鉄道の枠を超えるということで、要はまあ鉄道だ会社からの脱却を目指しているような感じのことなんですね。でえまああの 非常にこれはあの面白いので、ちょっとこの記事の中から、ですね、えー、注目すべきポイントをいくつかこう抜粋して、ちょっとここの方に書いたんですけれど、うん、これについてねお話をしていきたいなと、そうすると、あーあ、まあ、先々まあ、なんとなく今の流れからお分かりいただけてる方、お分かりいただけてると思うんですけど、まあ、走る不動産屋って言われたりもするんでね、JR 九州さんは。なんで、まあ、ちょっとね、こういったことをピッ,とピックアップしながらお話をしていきたいなと思います。 で、えー、まあちょっとここに行く前に、えー、とこの古宮さん、古宮社長なんですけれども、えー、とねもうあの国鉄のもう本当にもうあの国鉄時代にもう入社されてるんで、まあ,あの本当にもう国鉄の最後の方の方。 えー、1985年に国鉄に入社されてるんで、で分割民営化が1987年だから、本当にもう、なんだろう、うん、あのちょっとこういう言い方あれですけど、本当、国鉄の生き残りの本当にもう、あの数、もうだいぶ数少なくなってきてる、あの古宮さんもおっしゃってるけど、本当、もう少なくなってきてる。で古宮さん自体がえー、っとね まだだから国鉄時代に入ってきてるから、えー、国鉄のえっ、ー、とね、えー、つながりがまだあるということで、例えばあの JR 北海道の社長になった、えー、と綿貫さんがなんか国鉄の時のそ同期、えー、それから、えー、とね JR 西日本の副社長も同期って言ったかな、うん、ですね。 はいえーまあ、そんな感じで、渡貫さん、それから、えー、とそう JR 西の、えー、と倉坂副社長も同期ということで。 だから、なんかあのそういうまあ同機同士まだつながりがあって、分かってる者同士だから、なんかあったとき、話するとかっていうようなことが書いてあって、今も JR の集まりがあると、JR に入社された方っていうのは、要は JR 九州に入社されたら、基本的にあの何かのそういう担当じゃない限り、他の JR の方とお話しする機会がないから、なんか社長はそういう JR の集まりがあったら、自分の,その下の人間も連れて行って、横のつながりをね、コネクション作るようにしてるっていうふうになんかおっしゃってるんですけれど。 はいでまあ、あの要はその国鉄の末期の時に入社された方なんで、その頃のこともよく、まあ、覚えてらして、でもその頃からちょうどその国鉄がなんか副業的なことをやり始めたと、養、う、上、ん、人員で、も JR になるっていうことは分かってたんで、ですからそれに向けて、まあ、いろんなことをやり始めたことなんですけど、養、ま、上、あ、人員でなんかうどん屋やったり、ラーメン屋やったりとかっていうようなことを、まあ、福岡で始めてて。うん であのその時にあの古宮さんもなんかビアガーデンの手伝いに行ってビールケース運んだとかなんかそんなこと思い出にあるみたいなことをおっしゃっててでまあ、この福岡で飲食業を始めたっていうのがまあ,あの JR 九州って今ものすごいたくさんの関連会社があるんですけれどもでそれの一つの JR 九州フードサービスっていうのがこの時のなんか余剰寺院でこの福岡で始めた。 ものだそうですです福岡っていうのはあの食べ物美味しいところなんで飲食業の競争がすごく激しくてまあ、古宮さんいわく福岡で成功したらあの東京でも成功するって言われるぐらいだっていう,ふうにおっしゃってる私、これ九州の方にもそういうふうに聞いたことがあってまああのもちろん九州の方が言ってるから、うん、まあ、話、まあそのまま全部真に受けるのもあれなのかもしれないけどでもまあ確かに福岡は厳しいからそういう考えはあるのかもしれないですね。で えーとねまあ、それでまあ今現在の,の JR 九州が、まあ、不動産、皆さんご存知だと思うんですけど、不動産はあの、えー、利益でいうと、もうあの鉄道を超えてる、今現在は、あのコロナだったんで、コロナ前でも、えー、売上がは違います、売上は鉄道の方が全然多いんですけれど、あの経費が全然違うんで、利益にすると鉄道も不動産もほぼほぼ変わらない。 ような状態だ鉄道ってものすごいあのたくさんの人でも,うものすごい人でもあの経費もかかってで、まあ、売上はすごいんだけど経費ものすごいかかから利益にすると、えー、規模は全然小さい不動産とあんま変わらないということで。 でまあ、不動産はもう今、JR 九州は不動産会社だって言われる方も多いぐらいで、で実際にその JR 九州の古宮社長もそういう部分をあの認めてらっしゃる、でまあ、不動産に関して言えば、当初はまあ有地、まあ JR 九州が持っているあの余,剰余剰になった土地ですよね、車両基地をちっちゃくしたりとか、えー、使わなくなった場所とか、そういったものをです、ね、どんどん利用したんですけど、それもまあ20年で使い果たしたと、でまあ、それでちょ,ちょっとずつちょっとずつこう駅の周辺から外へ出ていって、街の中へ出ていって、 まあその間に分譲とか賃貸とかのノウハウっていうのをこうどん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 得てそういう得たノウハウで初めて今度九州の外にも出ていったとで、まあ、西日本では当初その JR、えー、そのもともとの西日本の不動産屋さんと組んでやったりとかしたらしいんですけれどえ JR 九州ってえと分譲マンションで MJR っていうブランドを持ってるんですでこれは九州各地にあって、えー、この間も確か九州新幹線の動画とか作った時に、えー、久留米のすぐ駅前にあったりとかしま 熊本とかにもありますでそういう,うにこうに MJR ブランドのマンションっていっぱい建ててるんですけどこれをもうあの都内でもやるということであの JR 九州の MJR なんてブランドは都内ではほぼほぼ知名ではないんですけどそれでも自分たちが得たノウハウで成功する自信があるという,うにまに、あ、古宮社長はおっしゃってると。 いうようよなことでですから、まあ、もちろんね九州の中だけでやってたらもうあのー、結局、天井が見えちゃうんでいかに外に出ていけるか日本のまあ、日本だったらやっぱりね一番大きなマーケットは東京だから東京に出なきゃいけないっていうのは古宮さんもおっしゃってるしもっと言えば海外にも出ていかなきゃいけないということでまあ、JR 九州は確かに海外にもいくつかも会社持ってるんで、えー、そういうふうにもうどんどんこうグローバルに展開していかなきゃいけないというようなことで考えていらっしゃいます。で、えー、とね これからの中長期計画、JR 九州の中長期計画においては、2030年度に売上げ6000億円のうち、え鉄道は1500円までにするというふうに言ってるでですから、売上げなんで利益じゃないんですけれども、今でも売上げっていう部分で言えば、ものすごいもう鉄、もうもう半分以上はもちろん鉄道なんですけれど。 売り上げ自体。だから利益じゃなくて売り上げです。売り上げがもう6000億円のうち1500億円、鉄道。4分の1。だ残りの4分の3は全部非鉄道事業で稼げっていうようなことで、え実際にこの、じゃあ、古宮さんおっしゃるには社外取締役の方からは、鉄道会社ではない会社の中に鉄道会社があるイメージを目指す、目指すべきだっていうようなことを言われてて、ですから、もう、あのー、うん。 この辺がね、割とね、あの何、ー、というかな、まあ、企業のトップの方なんだから、当然といえば当然だと思うんですけど、国鉄から JR 九州になって、社長にまでなった方なんで、鉄道に対する思い入れっていうのはやっぱあるとは思うんですよ。 まあ、もちろんその、高、え、く、ー、経営を目指した JR 九州の中で、もうずっと、まあ、1987年、それからずっと高く経営を目指して今に至ってるから、その姿を古宮さんはずっと見てきてるし、いろんなところで陣頭指揮を取ってこられた方だから、もう鉄道じゃないところでどんどん行かなきゃいけないっていう JR 九州のやり方っていうのが、えー、体にすり込まれてるのかもしれないんですけれど、とはいえですよ、国鉄に最初入社された方なんで、 うん、なんらかの鉄道の思い入れはあるとは思うんですよ、うん、個人としては。でも、それをもう振り切って、あのもう鉄道じゃない会社を目指すっていうところの今、トップにいらっしゃるっていう方なんで、ある意味、すごいなと思います。で、えー、非鉄道事業は、えー、鉄道との相乗効果があったが、まあ、薄くなっていく一方だと。えー、要するに 今までの、まあえー、非鉄道事業、鉄道会社がある非鉄道事業っていうのは、今まではみんなそうなんですけど、例えば駅中とか駅地下とかっていうところの、まあ、JR 九州で言えばあの、JR 博多シティみたいな駅の真ん前ででかい駅ビル、まあまあ、熊本にもアミュプラザがあったりとか、もう各駅にアミュ、県庁所在地の駅に全部アミュプラザがありますけれど、あのショッピングモールみたいな駅ビルね、そういうのがありますけど、 あのー、今までの鉄道会社の非鉄道事業というのはそういうものです、あとは駅の近くにマンションを建てて、でマンションに、マンションを売って、そこに住んでいる人に鉄道にも乗ってもらおうということなんですけれど。 これからは、まあ、すでにこの、ね、都内にマンションを進出させるぐらいだからもう都内にマンションを作ったところで JR 九州はの鉄道事業には関係ゼロなわけですよ、何にも関係ないんですよ、あのー、そ,こそこに住んでいる人が JR 九州の列車に乗れるわけでもないんで、まあ、それはもちろんたまたま九州に旅行に来て乗ったりすることはあるんですけど、基本的に通勤通学で乗るってことは、ね、だって九州でやってる鉄道会社が東京でマンションを作ったって関係ないじゃないですか、まあ、そんな感じで、まあ、これからは今まではそういう相乗効果を狙った けれどもこれからはそういうの、どんどん薄くなっていく一方だということをおっしゃってるまあそれは当然でしょう。で、鉄道会社が不動産会社をやるんじゃなくて、不動産会社が鉄道会社をやってるぐらいの感じになっていくということです、まあ今もそういうふうに捉え,てら,捉えられている方いっぱいいらっしゃると思うんですけれどこれからそうなっていくということなんです、はいでそれをもうはっきりと、えー、社長は明言されている。で ただ、一つ社長が懸念されているのは、とはいえ、現段階において、将来的にはどんどん比率は下がっていくと思うんですけど、現段階において、JR 九州全部のグループの社員の8割は鉄道に従事されている方なんです。で、それをだん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 、いや、もううちはこれから不動産伸ばしていて、鉄道はどんどん縮小していくっていうふうになると、鉄道に従事されている方は、じゃあ、我々は一体これからどうなっていくんだろうとやっぱ思いますよね。自分の やっててる部門がどんどんん縮小されていくでしかも自分は入社してからずっとそれしかやってないからいきなり JR 九州の不動産のとこにいてマンションのセールスやれって言われたってねえやっぱりやり,やりたくないかもしれないしやれないかもしれないしやりたいやりたくないじゃなくてそもそも向いてない人もいるかもしれない今までずっとねなんか、まあ、極端な話でそんなことあんまりないと思うんですけど保線作業員やってた方に JR 九州の不動産いていきなりマンション売れって言われたってそれはまあねその人の資質の問題もあるとは 思うんですけれどなかなか難しいじゃないですか、そんなキャリアチェンジって。で、まあ、そういうことも、まあ、ありえるということなんで、ただ、そういうふうに、だから鉄道に今、従事されてる方たくさんいらっしゃって、これから縮小傾向にあるけれども、この人たちのモチベーションをこれからどうやって保っていくのか、まあ、少しずつ少しずつキャリアチェンジされていく。まあ、こののコロナの中で えー、運転士だった人が JR 九州の別の関連会社に行ったなんか女性の話とかも前、一回どっかで、えー、とツイッターかなんかで私、あげたのかな、うん、そういうこともあるんで車掌さんやってた女性の方で今はなん,かその、えー、となんだっけ。 フードサービスか何かの方の会社で企画営業みたいなことやってるかな,かな確かそんなようなことで今はそれにやりがいを見つけてやってらっしゃるからいいんですけど、まあ、そういうふうにあの最初のうちはこんなはずじゃなかったのにと思いながらも仕事をやっててその仕事に、えー、価値を乱してやる気を持ってやれるようになればいいけど。 なかなかね、みんながみんなそういうわけにいかないから、うん、その辺のこれからの,その社員のモチベーションの維持であるとか、どういうふうに人材を配置していくかっていうことが、まあ、これからそういうふうに、どん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 、えー、非鉄道事業の方にシフトしていくんであれば、それも考えていかなきゃいけない。 まあ、もちろん、ね、新卒の方はそうやって調整はしていけるんでしょうけど今実際に働いていらっしゃる方が、まあ、少しずつキャリアチェンジをしてもらうようにそういうあのいろんなサポートをしていくとかそういうことを考えていかなきゃいけないんでそこが、まあ、あの懸念されている点ではございます。 でえーまあ、これからまあ新卒を取っていくとかっていう段階においては、もう人材は最初からもう分別する、ですからもう鉄道をやる人は鉄道,やる鉄道として雇うし、あのー、不動産の人はもう確かに不動産で、そういうふうにやっぱり専門特化で、専門家をどんどん作っていかなきゃいけないし、雇っていかなきゃいけないということなんで、もうそこら辺はやっぱり切り分けていかなきゃいけないということなんです。ね、もう鉄鉄道道から不動産今までは鉄道では ああのー、まあ、今の、まあ、コロナはちょっと特殊ですけれどそうではないにしてもやっぱりどんどん縮小していって余剰人員ができるとその余剰人員を別の関連会社に行ってくださいみたいなことを今までしたわけですけれど、うん、これからはそうではなくて、えー、やはりもう最初からもうあの不動産のために人を雇う、うん、不動産のために人をヘッドハンティングする小売業のために人を雇うみたいにしていかないといけないというふうに言ってます。はい ですから本当にもうこれからどん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 非鉄道事業に行くんだろうなとうう思います。であとまあ最後になりますけれど、まあ、西鉄と協業とかマースとかって話も出てますで、ます、あ。特に福岡で、ね、あの西鉄と、えー、JR 九州っいうのはまあバチバチの競合関係にあるんですけど、まあ、もうそんなことも言ってらんないでしょっと、えー、古宮さんもおっしゃっていると。 今まであの極端し昔は JR 九州の駅のところに、西鉄のバスをなかなか乗り入れさせないようなこともあったらしいんですけれど、今はもうどんどん、もうそれで協業できるとか、協業していかないと、で特に西鉄は西鉄バスをね、えー、もうすっごいバスがす、福岡ってバス王国と言われてるぐらい、もうバスいっぱい走ってますから、えー、そういったところを逆に JR 九州としてはどんどん利用して、二次交通として、そういうふうに JR 九州の鉄道を使ってもらって、そこから西鉄バスに乗ってもらう。 ようなえそういうスムーズな乗り換えとかね、えー、を構築していかないともうこのままではもうどん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 みんな車乗ってて公共交通なんか使ってもらえなくなっちゃうからえそういうふうにより便利にしていかなきゃいけないから協力できるところはもう協力どんどんしていきましょうというようなことでまあ、こういうあの一緒に協業してます,す、ね、あのアプリとか作ってやるようなねそういうのとかやったりとか、まあ、しててまあ、人口も減っていくしそういうとこも対応していかなきゃいけないなっていうふうに、まあ、おっしゃっているわけでございます。 はいなんかねあのこの記事の中ではねなんかあの分割見えかのあとに JR 西日本に行った同期の結婚式に呼ばれてでなんか「いつかは JR 西に九州合併される予定の JR 九州から参りました」なんて冗談で言ったらドッカンドッカンバカウケだったっていうようなことをなんか古宮社長おっしゃってるんですけどまあそこから比べると本当にまあ JR 九州はまあ いやも,ものすごいし、まあね、あの古宮社長自体も分割民営化された時にまさか上場できるようになるとは思わなかったって、まあ、それは多分諸先輩方はみんな思ってただろうということなんですけど、まあ、ここまで来ちゃったから本当にまあすごいですよね。うん、あのー これがいいのか悪いのかあの、公共交通を担う会社として、あのご意見としてやっぱりね、公共交通、公共インフラを担う会社として、うん、それはあまり無責任だろうみたいな、まあ、ご意見もあったりはするんですけれど。 もうでもね、それはもう、しょうがないと、思うやっぱりスキームとして、民営化するスキームを作っちゃって、で、あのー、JR 九州にしたって、完全民営化、まあ、今、JR 北海道でも、JR 四国もそうですけど、完全民営化っていうのが、究極の、国鉄民営化の究極のゴールなんで、JR 貨物もね、究極のゴールなんで、そこに向かって進んでいかないきゃいけないで、その時に鉄道だけやってちゃもうだめだとで、非鉄道事業やっていこうっていうことで、ここまで来てるんで、まあ、 あの企業のあり方としては非常にああの素晴らしいと思いますあの。確かに一鉄道ファンとして考えたらどん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 これからあのローカル線は廃止していくのかもしれないしで、まあ、廃止とまでは言わないにしてもや問題になっているの編成が短くなったり本数を減らしたりとか、まあ、そういったことでどんどん使いにくくなっていってそれはどうなのかっていうようなご意見も確かにあるんですけれどもうあの。 民間企業としてのあり方を考えれば、非常にこれはもう JR 九州っていうのは、すごい会社だと思いますよ。うん、よくここまで来たなし、それにさらにここから、もう、もう不動産屋目指すって言ってるんだから、<laughs> 不動産屋になっちゃうんでしょうね。だから不動産屋が鉄道をやってるぐらいの、うん、イメージ、信用度を担保するために鉄道をやってる、あの、奇襲鉄道とかそうです、あんな感じになるのかな。 あれのもっとこうスケールの大きい版みたいな感じですよね。っていうような感じでございます。うん、ですから、まあ、どういう捉え方をするのかにもよるんですけれども、民間企業の在り方としては、非常に、えー、素晴らしい会社ではないかというのが、えー、私の意見でございます。ということで、えー、本日は以上でございます。ご視聴どうもありがとうございました。